でもうほぼテゾスの取り扱い量が多いゲート IO も本日ニュースなんかでも言及しましたけど、まあ、資金調達関連やバイナンスのローンチパッド的プロジェクトもあって、まあ、取引所自体もこれテゾス利用だけじゃないですけど、まあ、乗ってきとるのは事実だよなって、まあ、ビットコイン換算じゃなくて USDT 換算で扱っとるところでもありますしね。特にシェア量が多いというところで、はい、2019年4月18日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場交差します。まあ、順番に時価総額からいくと若干上昇したアメリカドル換算の179ビリオン、まあ、相場的にはやっとリップルがちょっとあれですね、 5% ほど上昇しましたね。バイナンスは前にも変わらず BSV 問題はどこより5% 弱上昇、何よりテゾスがまたまた 12% ほどと。どうでしょう、そろそろ時価総額10位ぐらいも見えてきたのかなというところで、まあ、全体的には割と上昇した日ですねというところで、日本円換算の時価総額に行くとこちらも上昇、またまた20兆超えと20兆1096億と、まあ、ここら辺がちょっと最近の頭打ちになっている部分がありますよねってところで、まあ、順番に時価総額1位のビットコイン書きましょう。週はどうでしょう、 20MA 若干角度ついて 120MA もなんとかですもんね、微妙に水平ではないところにまで来とるから触りかけるかどうかっていうところで62万とか3万とかそんなもんぐらいあたりが割と週足ぐらい、まあ、ここでいう120MA 抜けていく場面かな。まあ結構期待していい状況までには入ってきたのかなというところで、冷やしていくと 120MA、20MA 角度変わらず、ローソク的にはまあ数日そこまで大きな動きはないも、これで前日比 1% ほど上昇、まあ、57、58ぐらいをうろうろしてというところで、4時間いくと冷やし換算の 120MA は角度全く変わらず、 20MA が緩やかな右上上がりで、まあローソクもそれに並行して緩やかな右上上がりですよ。まあ乖離はただそれほど大きく離れてないので、まあまだこうやって下抜いたり上抜いたりという瞬間も見えるのかな。何より 120MA の乖離が近づいとるのが、まあロングしてる立場としてはまあちょっとやきもきする場面ですねというところで、まあこれ下抜いたら多分売るでしょうね。 120MA 抜いたら4時間の 20MA ぐらいじゃさすがになんとも思わんですけど、ということで次イーサ、前日比 3% 強ほど上げるも 25MA が水平ではなくまだピクリ右下ってところですね。これが嫌な材料ですね。日足は 25MA 特に角度変わらず、 7MA で角度ついたのが本日、まあこれ4% 弱ほど上げてたとこそね、その詳細を4時間で見に行くと、朝の9時から1時このあたりで長いのつけて 7MA に蹴りつけてたとこですね。全体的にはこのあたりがなんか上げてたところかなーって想像しちゃいますけど、はい、次はリップル、久々に 5% 前後ほど上げるも週足的には少し右下 25MA 向いて、逆にこれ 7MA に触りかけるような状況でなかなかあれだなって、抜けたかと思いきやまだまだというところで、やはり水平が欲しいところです。日足は 25MA 角度変わらず、 7MA がさらに角度つくのは本日やはりあれですよね、上げてったところですね。昨日付けでもそこそこ上昇してるか、多分夜中とかそんなあたりなんかあったのかなというところで、では4時間で確認しに行くと、昨日の9時ぐらいからですね、今日の朝9時、まあ12時間4時間足で4本、16時間ですか、上げっぱなせばそれは 25MA 蹴りつけるどころか 99MA 抜けまで見えるよなと。 7MA も当然角度ついてるところで、まあネタ的に何が上がってたか分からんすよね。全くリップル関連でそこまで強調するようなニュースはなく、むしろいつもリップル関連なんかニュースあっても全く上がる素振り見せんところで、まあどうでしょう、ここら辺が少しずつでも起爆剤になってくればリップルとしてはいいかなというところで、はい、次イオス、週足はこれでもあれですね、角度つかんのですね、まだまだ、あーなかなか長いですね。 7MA は角度変わらない、もその上にもちろんローソクあるんですよ。別に安値はそんな切り下げ取るとかどうのこうの動いてるわけじゃないですし、あーなかなかトレンド変化長いよなというところで、日足は 25MA 角度変わらず 7MA 水平気味、まあそのあたりにローソクがいるというところで、これで前日比が1% も上げてないところで、まあ、そんなに大きな動きがないのかなと。4時間いくと 25MA 緩やかな右上上がりを数日続けるとか、 7MA は逆に上下波線のような形にするも、ロウソクがそれほど帰り離れることなく動いているところで、やはり数日ぐらいはレンジが続いてますよね。その通り上げ幅も下げ幅も差がないというところで、はい、次はキャッシュエビシ、週足は 7MA 特に角度変わらず、ロウソク的にも瞬間的な高値はあってそこまでは大きく動いてませんというところで、日足は 25MA 角度変わらず 7MA は角度ついたまま、これで前日比が 1% 弱ほど減少と、3
日ぐらいの範囲で見ればそこまで大きな動きはしていませんよね。4時間いくと 25MA 角度変わらず 7MA がやや右下の通りに、その 7MA を狭い範囲でロウソクが動いているところで、やっぱ 2,3 日はあれですね、レンジっぽい動きですね。キャッシュの方へ SV が逃げたとしてもそこまで差は動いてないか、どっちかというとなんか両方手放したという解釈の方がいいのかなというと。はい、次はライドコイン。週は 25MA 水平やや上向いてるも角度はついていませんと。 7MA の角度は変わらず、逆にロウソクが 7MA との乖離性は回ってきたのが一つ嫌なポイントだよなと。部屋足は 25MA 角度変わらないも 7MA 水平気味、やはりここも 25MA との乖離性は回ってきて、まあ全体的にそんなに高値つけてこんくなると移動平均線との乖離は縮まってきますよね。4時間行くと 25MA、7MA ほぼ水平気味のところの若干上にロウソクがいるというところで、これもEOSじゃないですけど 2,3 日見ればそこまでの上下幅の動きがないよなと。さらに痛いのが 99MA の下におるというところで、まあこうやってじれったいことやっとると週足 25MA に角度つかん通り、だらだらと移動平均線の乖離は縮まりますよねというところで。はい、次はバイナンス。週足はもうこれ恐ろしいですね。ピーク時と思われる高値にほんと届きそうなところで、逆にここまで上げるとこの 25MA がこれだけ角度つかんでことですね。これ3ヶ月ぐらい上げっぱなしですよ。もうほんと恐ろしいよ。これを日足いくと 25MA 角度変わらず 7MA さらに角度ついて、これ高値つけたんですね、日足の範囲内で今年の2月からというところで、まあその詳細を4時間でいくと、お昼の11時から15時、夜の5時の間で高値をつけたってところで、まあ BSV 騒動であれですかね、まあボス CZ の、まあ、真摯な対応が受け入れられたのかどうなのか分からんですけど、まあ、そこら辺はニュースの話なので別としてさておいて、相場的にはやっぱ強いですよね。 DEX 期待とかシンガポール解説とかそのあたりの方を多分プラス面に取られてる影響の方が高いのかなって。まあ今から買うのには本当遅いけど、もう持っとる人は本当おめでとうというところで、なかなか手放しちゃいけませんよ状態ですよねところで。はい、次はカルダノ。週足はこれもEOS同様に角度がついてこん水平気味、 7MA 角度変わらず、やはり同様にこれもロウソクとの 7MA 変わり縮まってきたところが嫌な内容だよな。まあ水平気味のとこはこうやってごちゃごちゃしてトロンみたいに一回叩かれそうになるところを打っちゃって、まあ一回受ける二回受けるぐらいが相場的に角度ついていくのに必要なのかな。日足は 25MA の角度緩まる通り 7MA 水平気味になって、そこの線上にロウソクがいて 25MA との乖離が狭まっている。これもやはりあれですよね、ライトコインと同様にごちゃごちゃして高値つけずに動かん日々が続くと、やはり乖離狭まってきて嫌な形になってくるよな。4時間いくと25,7ロウソクほぼ水平の状況で、上下幅ない位置にロウソクいますというところで、どっちに動いてもなんかおかしくないような状況で、 99MA がその上におるのがやっぱ嫌ですよね。まあ一回ここら辺を耐えつつ打っちゃって抜けてったところがもう一回上がっていくところかな。角度つくのはただ時間かかりそうかなという印象がなんかトロンとかから感じるんですけど。はい、次はステラ。週足はついにあれですね、 7MA タッチしかかり 25MA との高値が遠くなっちゃったということで、前日比で 3% 弱ぐらいは上げてるんですけど、嫌ですねこれは。日足は 25MA 水平やや上向き、 7MA がなんとか水平ぐらいに耐えかけてその上にロウソクが打っちゃりましたというところ、なんとか 25MA 線上で耐えかけたってところですね。4時間行くと 25MA 水平少し上向き、 7MA が角度ついてきた通りに、どうでしょうこれは。じわじわと昨日ぐらいからそこまで大きくこけることなく上げてきたってところも、 99MA の前ぐらいで、ちょっと叩かれつつある状況だよな、まあ、あんまりなんか釈然としない状況ですってところで。はい、次はテザ。まあ特に大きな乖離っていうのはここぐらいですか、昨日の夜21時19分ぐらい、これぐらいが離れたぐらいで、他的にはそこまで目立ったところないよな。そろそろ下にトロンも見えてモネロもおるし、何よりテザスが上がってきて、ビットコイン SV の方は下がっとるけど、なかなかケツに火がついてきた状況だよな。まあ相場的にニュース的にはまあ特にいつもの通りそこまで述べることはありませんということで。はい、それでドル円。例によって昨日から遡っていきますけど、相変わらず動き荒いですね。ロンドンでこれ短期下抜いて中期まで下抜いたかと思いきや、ニューヨーク入ってカンカンカンカーンって夜中あたり上がってって112円どうです、前半ぐらいのとこまで行っとるも、そっから叩かれ、おお怖い怖い、再起動して熱処理なのか落ちて、またこっからつなぎ合わせて、この前の二の舞なんですけど、
なんだろうね、熱なんですかね、扇風機で風当てとんですけど、そこで戻して、ニューヨークでこれで叩かれて、短期抜けて中期も下抜いて、ガン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 昼間ずーっと叩かれ、瞬間的に短期触るも現在は下げて下げて 111.8 円ぐらいと、相変わらず動きが荒いよなってとこで、冷やしいくっと、それでもあれですか、短期に触らんぐらいで下がったというところで、またどうでしょう、こうやって叩かれて上抜いたりとかあれなんですかね、中期グラムでこうやって触る瞬間もあるし、まあ角度は上向いたにしても本当動きがやっぱ荒いよなというところで、週足いくと短期中期角度変わらず、まあロウソクの乖離は離れるも、まあどうでしょう、こっからまた売っちゃって上がっていくのか、長期的にはもちろん上げ相場なのは間違いないですけど、ただすぐトレンド変化するね、特にドル円は怖いというか危ないというか関わりたくないというか、なかなか難しい相場というところで、目線を一つ上上げんことには本当これには戦っていけませんよねということで、まあ毎度同じく 10% 以上上昇しているテゾスに目を向けると、もうあれですよね、本日だってこれ 12% 着上昇して、日足チャートでバイナンスで見てる 7MA25MA99MA とチャートの数字変えとるんですけど、凄まじい上げ方ですよね、これもう角度も全部急角度ついて、4日足換算の 99MA だってこんだけ角度ついて帰り離れとるんだから、もう本当に一時状態で、でもうほぼテゾスの取扱量が多い、ゲート IO も本日ニュースなんかでも言及しましたけど、まあ、資金調達関連やバイナンスのローンチパッド的プロジェクトもあって、まあ、取引所自体もこれテゾス利用だけじゃないですけど、まあ、乗ってきとるのは事実だよなって、まあ、ビットコイン換算じゃなくて USDT 換算で扱っとるところでもありますしね、特にシェア量が多いというところで、まあ、全体的に目を向けると何が上がってたのかわからんですけど、リップルがなんとかですね、久しぶりの 5% ぐらい上昇で、まあ週足レベルのトレンド変換は水平になりかけて1回右下向いたんで、なかなかまだもう1回難しい状況になったなって、それはイーサリアムも一緒で、水平になりかけてこちらも同じく右下向きかけて、急角度ではないにしてもやっぱり嫌な条件だよなって、同時にEOSやライトコイン、カルダナも水平気味のとこで停滞で、ライトコインは少し上向くも角度つかずに水平の段が1段上がっただけで、なかなかまだその移動平均線付近で角度ついていくのが難しいよなって、時間かかるのかなってところで、ビットコインもまあ抜けるには抜けとるんだけど、完璧な急角度っていうのはやっぱここら辺日薬が必要かねというところで、まあ唯一のバイナンスがもう数ヶ月上げっぱなしで、まあ DEX ローンチやシンガポール開設とか、そのあたりのまあプラス面のニュースばかりですよね。 BSV 上場廃止に関してもまあ他の取引所は右へ習っとる面がある一方、 CZ の対応的には割と真摯に受けられたところが相場影響にも出とるんかなって、まあこんなことをしつつ、どんなとこで本格的な週足レベルに角度がついて相場は戻っていくんでしょうかねということで、まあ未来は誰にも分かりませんよという感じで、はい、まあそんな感じで、以上2019年4月18日本日の仮想通貨時価総額と上位10トークにドル円の相場考察でした。そんな感じで終わり。パソコンのこれ動画撮っとるときに落ちだけちょっとあれですね、対策を考えな感じで冷却はしとんですけど、落ちても動画撮れとるどうかデータが残っとるだけまだいいんですけど、それだけがすごいというところで、なかったらこれをもう一回撮るのはさすがにやる気にならんということで、はい、それではおなしやす。